任意で事情を聞いているということです。自宅で両親と共に倒れているのが見つかり、その後両親の死亡が確認された歌舞伎俳優の市川猿之助さんから、警視庁が今日任意で事情を聞いていることが分かりました。捜査関係者によりますと、猿之助さんはこれまでの聴取に、家族会議をして両親が薬を飲んだという趣旨の話をしていて、警視庁は詳しいいきさつを調べています。